見えますか、伊藤さん見えますか。見えますよ。ああ、来た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 。すごい車乗りですね。これすごいでしょ。だからね、もうこういうところはもうソフトカー、ソフトキューカーだけの世界にしたいね。本当ですね。ハウスの前に来たら、あの来ますから、その時に移したら、はい、どうですか乗り心地は。楽しかったですか。そうですか、これをね、なんか胸張ってね、ゆっくり走れる。そうです、そうです。それでね、レインボーにしていただくと、はい、ほら、これがゆっくりっていうことになるから、だからレインボーをね、シンボルにしたいんですよ。あ、なるほど。今、大学の記者の伊藤さん、入試広報課の伊藤記者がじゃあどうしましょうか、そこに止めちゃって。そうですね、じゃあこっち一旦ちょっとバックしていただいて、また乗ることも、あ、そうじゃないか、そうじゃないんだ、山本先生にせっかくだからちょっとモデルになっていただいて。私の友人の。あ、そうですか、はい、じゃあここをお尻から入っていただいていい。はい、すごいな。ちょっとこれどけようね、あの車一度休暇入るから。おっしゃると、それすごくいいことだ。あの、なんだろう、胸張ってゆっくり走れるってことは一番いいことですよね。それと彼女とは彼女が歩きながらで。そうなんです。散歩感覚。そうなんです、そうなんです、そうなんです。散歩感覚で。はい。いやでも楽しいですね。楽しいですね。もうちょっと左切っていただいて、もう少し後ろ下げて、はい。あ、逆ですね。はい、左に切っ、あ、右が右に切るんだな。失礼しました。ごめんなさい。もうちょっとこのくらい。じゃあ一旦これで出ていただいて、ごめんなさい。すいませんね、ドライバーさせちゃって。楽しい、ね、これは面白い、本当に面白いと思いますよ。あ、これでいいですね。直進して、このまま先生、あの YouTube に乗りますよ。え、 YouTube に乗ってYouTube ってね、あの愛ちゃんが小島よしおのやつを見たどうもありがとうございます。はい、では、あの感想をどうぞ。 YouTube に、 YouTube に向かっていや、とっても楽しいですよ。あのね、声をかけてくれるのね、みんな歩きながらね。そうなんですよね、はい、それとね、やっぱり胸張ってね、あのゆっくり走れ る、これいいですよね。で、今日娘と一緒にあのお散歩しました。いや、車、ね、当たり前の世界になりたい。そうなんですよ、はい、だからね、はい、どれくらい今までの車が閉鎖的だったか、はい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 、速度と合わせて車のね、大きな問題は閉鎖性ですよね。この2つをね、この車は完全に回復、なるほど、それをね、克服します。だからそういう意味じゃ21世紀の車、愛してるよソフト休暇ということだね。はい、愛ちゃんはどうでしたか。面白かった。どんなところが面白かったですか。ゆっくり走る、ゆっくり走るところ。そうなんですよね。だから今まで車は速く走るということが魅力だと思われていたのが、実は違ってたっていう、違う側面もあるんだってことですかね。それ素晴らしい、はい、あの僕自身も体験して初めて分かりました。じゃあ一旦こう YouTube はこれで、はい、ありがとうございました、はい、一応僕は送りです。ありがとうございます。